バスケトークラジオ、はい、第192回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と友です。こんばんは。こんばんは。いや、今日はねスポルテリアさんに久しぶりにお伺いして収録してるわけですけれども、なぜスポルテリアで収録してるかといいますと、今日はね皆さんお待ちかね斉藤誠コーチ、はい、お招きしてトーク展開していきたいと思います。斉藤さん、こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。お願いします。まずは斉藤コーチの、はい、ことをちょっと、ね、紹介みたいなことを、ね、僕僭越ながらさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、斉藤コーチ、ちょっと僕紹介させてもらっていい？間違えてるところあったらおっしゃってくださいね。はい、はい、学歴経歴とかねたくさんあるんですよ。そんなもんですか。すごい。はい、斉藤コーチはね、はい、宝塚市小浜小学校ご卒業されています。こっから行きますか。長いね。高校ぐらいから行きましょうか。そちら小浜小学校ですね。あ、小浜小学校。小浜小学校、失礼いたしました。三陰工業高校、はい、いらっしゃって、はい、今でいう神戸科学技術ご卒業、はい、いうことですね。はい、そこから大阪体育大学入られまして、はい、播磨南高校。あ、はいはいはい、そうですね。で勤務されて、はい、この時はバスケット見られたの？ね、最初はね、陸上部の顧問をしたんですよ。させてもらったんですけど、インターハイ行きました。すげえ。行ったらいきなりやり投げでインターハイ行く子おったんで、はい、なかなか競技場に行かさせてもらいました。で、姫路北高校、はい、で、現在の特定非営利活動法人、いわゆる NPO 法人ですよね。はい、そうですね。兵庫県バスケットボールコーチ会理事長であられます。はい、これどうしましょう。指導歴なんかもうすごいですね。斉藤コーチ。そうですね、いろいろありますね。割愛出ていいと思いますよ。割愛しにくいな、いろいろあるな。まあまあ社会人クラブチームでは皆さんご存知のズールース。そうですね、はい、ズールースでいいんですよね。そうです ね、 ねえ、これ立ち上げられたのも斉藤コーチ。これは正確に言うと、もともとズールースっていうクラブチームをされてた方から、僕らが引き継いでいた形で、はい、引き継いだという形ですね。なるほど、はい、なるほど。でそこのジェネラルマネージャーされたり、まあ、コーチングされたりしてて、はい、であと実業団の神話建設のコーチングされたり、はい、神戸大学の男子バスケットボール部のコーチもされてたんですか。1年やりましたね。すごいね。させてもらいましたね。播磨南高校のコーチされたり。あ、そうですね。で姫路北高校、はい、これは定時制高校ですね。定時制高校ですか。はい、横浜高校はい、外部指導員に入りました。行かさせてもらいましたね。で地域とか地区のバスケットボール教室の代表を兼ねられてメインの指導員されたり、はいはい、いうことを歴任されて、ちょっとね紹介はしきれていません。今のでね約半分いってないぐらいで本当にたくさんの経験を積まれたコーチなんだなということでびっくりしています。あと実績なんかもすごいね。全クラは3回出てるんですか。まあ選手が勝手に行ったってことですね。いやそれコーチの手腕あるでしょう。それとか、近畿クラブチーム選手権から近畿総合、はい、それから、はい、近畿総合ですからね、県総合勝ち抜いてますからね。でもちろん、まあ、県総合の優勝も2回、準優勝1回されています。選手が良かったので。いや、はい、うん、あとは実業団の先ほども紹介しました、神話建設さんのね、あ、はいはい、ジェネラルマネージャーを監督されたり、いやちょっと紹介しきれないな本当に。まあたくさんあります。で現在は、はい、コーチはどういったことをされてるんですか。バスケットボール教室を、兵庫県下で10カ所、まあ、ミニバス中学生ですよね、を中心に、はい、
約まあ350名ぐらいいてますか。350名いるんですか。はい、はい、いてますね。へえ。その、まあ、毎日その教室をどこかでさせていただいてますね。へえ。土曜も日曜も。そうですね。大体どこかで。そうですね。いや、お休みってあるんですか。まあ、あの僕は趣味が更新してお休みが毎日なんですか。あ、そうですね、お休み毎日、ま、毎日僕は遊んでますよね。いや素晴らしいな。その皆さんの言うお休みというのは、僕は前は、あの1月の2日がお休みいただきましたよね。あの僕あのバスケ靴がなかったので、それ以外は何かしらの、はい、バスケはしてますかね。なるほど、すごいな。そんなちょっとたくさん経歴や実績をお持ちすぎてなかなか紹介しきれなかったんですけど、斉藤誠コーチ、すいません、はい、ご年齢紹介させてもらっていいですか。あ、どうぞ。42歳、はい、いろいろな経験積まれています。で、今回もちろんリスナーさんもご存知だと思います、斉藤コーチといえば高須中学校のコーチ、はい、監督されていまして、はい、日本中をちょっと騒がせたいや本当そうですね、本当にあざっすジュニアの中学生カテゴリーでも台風の目になった高須中学校のコーチされています。もうたくさん聞きたいことあるんですけど、順番にいきましょう、はい、そうですね、ね、まずね、全中のお話ちょっと聞かせてもらいたいです、はいはいはい、で高須中学校自身ちょっと、うん、今回初出場ということになるんですかね。そうですね。で、はい、斉藤コーチとしてもこれは全中はお顔出されたの初めてになるんですか。初めてですね。そうですね。どんな雰囲気なんですか全中。いや、なんかすごい本当に、日本一の大会なんだっていうような、まあまあそのスタッフさんもそうですし、ね、沖縄の、まあ、多分その沖縄県でさせあの開催だったっていうのもあると思うんですけど、その、まあ、本当に沖縄県民全員が挙げてっていうようなすごい大会でしたよね。あった、まあ、大会のスコアのアップむっちゃ遅いね、はい、遅すぎる。いや、ほいで僕もうバストラでも言いましたけど、言ってましたよね、それ聞いてて、で僕ね聞いた後にその言うたったんですよ、あの後輩が、大学の後輩が、あの沖縄のご教さんいてるん で、教員、中学校の教員いてるんで、お前ちょっとさ遅いっていう噂になってるねって言ったら、いやもうそれはすいません、沖縄県民の沖縄県民そうなんやちょうどで、ね、沖縄の時間が流れてたんですよね。でもこれはもうあの、まあ、今のはあの誤解させていただきたくない、その愛嬌を持って言わさせていただいて、本当にあのね、高須中学校行かさせていただいて、初日と2日目の練習会場、これ沖縄小学さんでさせてもらったりとか、その行き帰りのタクシーの運転手の、おばあちゃんがタクシーの運転手のおばあちゃんものすごいもうあの要はあのいろんな話してくださったりとか、モノレールで移動したりとかしたら、あの、ね、そのデイビッドあの、ね、でかいので、もうそのすごいいろんな沖縄の人がこう喋りかけてくださったりで、すごいこう、まあ、僕は本当にあの子供らに高須の子に言ってたのが、その本当に愛のある国でバスケさせてもらうことに感謝しようなっていうのをこう言った、本当にまあまあそのアップは遅けれども、それ以上の温かい歓待を受けたっていうことですよね。すごいですね本当に、はい、まあ、あのスタッフの子供らと、あの中学生 の、 あのお手伝いしてる中学生の子らとかもすごい屈託のない笑顔で言ってくれたりとか、はい、あのまあまあ当然デイビッドいたり、ね、他の子らもやってるのをすごく見てくれてて、ハンドリングがすごい、高須の子らはハンドリングがうまいですねとか僕に言ってくれたりとか、すごいこう愛を感じた大会でした、はい、なるほど、ありがとうございます。あとね、はい、皆さんちょっとご存知ないかもしれないからちょっとだけお話したいんですけど、全中に行く門の狭さ、そうです ね、これって、斉藤コーチ県で1位に1位じゃないんか、あ県は2位ですね、2位ですか、はい、までが近畿大会まず行けるんですよね、はいはい、で近畿大会を勝ち破って
3位、上位3位までが全部が全中いけると。そうですね。これはもう高校カテゴリーでいうインターハイとか、うん、あれとはちょっと格が違うんですよね。そうですね。なかなか全中の門っていうのはもう狭いで、高津中学校は近畿では県ではもちろん1位になって、はい、近畿も6点差ありましたけどね。第3次で、すごいほど勉強させていただいた試合だったので、あれは、はい、あのあと、まあ、本当にこうチームが良くなって、まあね、その、県選抜の、どうしてこう知ってる、子どもたちは知ってるの で、でそれで、まあ、本当に準決勝さんの準決勝 の対戦さんとさせてもらったと後にすごくこう、まあ、デイビッドも、はい、その日本人も、はい、まあ、みんな、まあ、勝負の、まあ、本当にね運よく勝てたのでまあこれを本当に生かさないといけないよっていうようなのは言いましたね。なので、まあまあ、近畿大会も本当に楽しめてできたかなっていう感じでしたね。ちょっと話がそれますけど、第三次の4番の佐野君ね、お父さんが実は育英高校の OB でございまして、で、6点差は全国を通しても一番短かったのかしらと、まあ、いうことをちょっと聞いてました。はい、まあね、皆さんご存知、準決勝で西福岡さんに負けた以外は、はいはい、一番それ以外で詰まったのがその決勝トーナメント1回戦の、浜松学院さん。浜松学院、はい、はい、ここが10点差なんですよね。10点入ったので、なので、まあ、それは僕らも実は子供たちに言ってて、もう第三次さんを全国の2位にしようぜ、まあまあ西岡さん強かった、鳥肌、西岡さん強かったですね、ボコられちゃったんで、そういう思いでは、まあ、一応子供らもみんな言ってましたね。受け継いで、はい、兵庫の代表として、あ、そうですね、それで、近畿大会の、時にその佐野君も含めて、県選抜の子たちが来てくれて、で応援をね、してくれたんですよ、準決勝決勝と、まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですが、高須は全員がベンチ入れちゃうので、小規模学校で、すごい人数少なくて部員も、すごい人数少ない。何名ぐらいなんですか。15人なんですよね。だから全ベンチ入れるんですよね、はい、なので、まあ、うちは応援がないので、はい、まあ、やってるんですけど、それをこう県選抜の子たちが7人8人ぐらい来てくれたんですよね。すごいこう声を出してくれた、要はよくあるようなね、こう応援してくれて、ね、はい、すごいありがたかったな。いやでもね、それをコーチがここで言うてくれるのはすごいいいこと、で佐野君が、そう、佐野君が、選手紹介の時になんかこうパラパラパラって、あ、いや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 、あるじゃないですか、あれを、まあ、4番丸山健人君っていう会場のアナウンスがあった時に、ね、パラパラパラ健人みたいな感じで、言ってくれたんですよね、でこう、まあ、デイビッドまで言ってくれて、でコーチの時に僕の時にどうなったんどうなったん、まあ、僕は外部コーチなんです、アシスタントコーチなんですよね、アシスタントコーチ斉藤誠さんとかでこう紹介された時に、佐野君がパラパラパラって、マコちゃんとか、マコちゃんだったの、マコちゃんかい、なんでちゃん付けやねんお前らみたいな、まあでも本当嬉しかったですね、ありがたいなという、まあこの絵はまあその全国持っていけないけれども、うん、まあまあ、また後で紹介させていただくんですけど、その僕らがやってるそのメンタルトレーニングの中で、まあ、それをこうアンカーっていって、その要は記憶の中に植え付ける方法があるんですけど、そのちょっと前のアンカー入れろよっつって言って、まあ、その応援をまあ全国に持って行かさせていただいたっていうのはありますね。なるほど。いや、これを聞いた佐野雄星君絶対嬉しいね。そうですね、みんな嬉しいです、嬉しいと思います。いや、僕直接お礼言おうと思って、彼のツイッターに僕フォローして、ええ、ダイレクトメール送ろうと思って、彼がフォロー仕返してくれないから結局送れなかった送れなかった、ね、送れへんのんかいみたいな、まあまあそんなんだって、
けど、なるほど、まあ、ありがとう、まあ、このコロナ通してこれ言わさせてもらうのありがたいな。いや、ここでね、その佐野雄星君をこうやって取り上げていただいて、でここでね、僕はね、逆に20数年も経ってないかな、15年から20年ぐらい前かな、なんかの試合でこう斉藤コーチがね、何の試合やったかな、なんかでもう一人応援してる、一人だけですよ斉藤コーチだけが応援してるっていうシーンが僕衝撃でこの人ちょっと普通じゃないなってちょっと名乗ってますディーフェンスこれをね、だもう結構ほら大学ですかね、それ大学まだ我々若かったよ、ですよね、うん、でもでそれ若い言うてもやっぱ恥ずかしい、こう静まり返った会場の中でね、ここかな、一人突き抜けて、一人よ、二人とか三人じゃない、一人、ってやってる斉藤君を僕は見たことがあって、うわ、サムライおるわと思って、なんかね、もうちょっと、寒いやつすごいなと思ってね、まあ、僕は応援も大好きですね、ねえ、本当、サラ君がすごいね、大声出してくれて。うん、めちゃくちゃ嬉しくて、うん、僕もその佐野くんの話を聞いた時に、はい、すぐ浮かぶのやっぱり斉藤コーチ、何かこうたタガの外れた天才のなんかあるんかなみたいな、その話変えようと思ったんですけど戻されたさてさて、そんな斉藤コーチにね、いろいろこうリスナーさんの方から質問が集まっています、はい、今日はね、どんどんぶっ込んでいきたいかなと思うんですよ、はい、すげえなこれはね、匿名希望の方です、はい、デイビット選手の、はい、デイビット選手のホームシックは大丈夫なんですかっていう質問が入っています、はい、で、はい、僕もね、これをたくさん来てる中でこう取り上げさせてもらったのは、はい、やっぱりデイビッド選手は若いじゃないですか、はい、ですね、14、15歳15になりました15になりました、はい、ぐらいの年齢でね、はい、遠く渡ってこられて、そうですね、でお父さんお母さんと離れて、はい、日本で過ごしてるわけですよ ね、はい、その辺のホームシックなんかあるんですかね、あでまたそれがあった場合にね、はい、斉藤コーチケアされたりとか、うん、そういうバスケ以外のね、はい、ご苦労なんかもあるんじゃないかな、はい、なんてエピソードをいただければなと思うんですけど、あ、はい、あのまあね、そのまあまあメンタル的なほど彼はすごい強い子であると思うんです、うん、でまあただねまあご存知の方、まあ、いらっしゃったりだとそうかいらっしゃらないと思うので、まあ、僕が今一緒に彼と住んでるんですよね、あ、ね、デビット君と、その高須の、あやばい住所言いかけた住所は何だ高須のコークの団地に、住んで一緒に住んでるんですけど、でまあ彼が来たのは3月の25日だったかな、はい、25日に、関西空港に、成田に来て、でそこからあの国内線で、関空に来て、23時40分ぐらいに着いたので、あいつ夜中ですね、遅い時間やなと思ったので、まあ、あいつをお迎えに行って、でまあまあ、一応こう話して、でそのね、最初、まあ、彼もかなり来た時はかなりもうビクビクしてて、やっぱりそこは不安だったんだなっていうのを僕も感じたので、まあご飯食べろって言って、近くにあったココスに観光だとココスあるんですけどね、あそこで「お前肉食え」っつって全然食わへんやんこいつと思って、まあ、僕一人でガバガバ飯食ってていやまあまあ俺はええわ食ったろうと思って、まあ、本人もなんかこうまあ、ドリンクバーとかも僕ねガバガバ飲んでて、これお前ジャパニーズドリンクバーとか、彼はフランス語なので英語は使えないんですけど、まあ、こっちの一方的なジェスチャーと日本語でと、片言英語でこう言ってたんですけど、まあ3日ぐらい3日間は泣いてましたね、夜はね、やっぱそうですか、はい、でまあこれはたまたまなんですけど、まあ、彼はコンゴ民主共和国っていって、元ザイールっていうとこなんですけど、今
国が変わってくる、コンゴ民主共和国だったんですけど、そのコンゴは、キリスト教徒、はい、クリスチャンが多いんですよね。7割8割ぐらいクリスチャンだったんですよね。はい、で、その中でカトリックが、多いんですけど、彼はプロテスタントなんですよね。まあそれは後からちょっと分かったんですけど、で実はこんなん言うなんですけど、実は僕もクリスチャンなんですね。おー、そうなんですか。はい、で、まあ、その最初に来た時にその彼が泣いてたので、いや俺もクリスチャンだよって言って、で、まあ、まあまあ、彼はクリスチャンプレイヤーっていうことは分かってたので、で、まあまあ、僕の聖書を持っていったら、ほんなら彼もバイブル、ビーブルってフランス語で言うんですかね、まあ、バイブル、聖書ですよね、を持ってたので、彼がその聖書を開けて、で読んで、僕も一緒に読んで、まあまあ、キリスト教でそのお祈りってあるんですけど、まあ、それをGoogle の翻訳機を通して、まあ、僕が お祈りを言ってあげて、で一緒に寝たっていうのは3日間ぐらいはありましたかね。だからまあまあまあ、そこはちょっと僕はラッキーだったかな。まあ、その彼がお母さんに紹介する時も、そのコーチはクリスチャンなんだみたいなことを言ってたので、はい、まあ、そこは、はい、助かったかな。なんで本当ね、3日ぐらいでしたね。あとは、はい、まあまあまあね、まあ、基本的に彼楽天家なので、多分物事の考え方は、なのですごいこう、まあ、前向きにいろんなことを捉えてやってくれてますね。で、練習はいつぐらいから始めるんですか。もう、来た翌日から練習って開始するんですか。来たその日はちょっと彼寝てたので、はい、まあ、なんか韓国着いたその23時40分に着いたので、でこっち来たのがもう、2週目の団地に着いたのが4時前ぐらいだったんですよ。僕も眠たかったし、あいつも、まあ、時差ボケがあるので、でちょっとどれぐらい時差あるんですか。こっちよりも向こうの方が8時間遅い。遅いんですね。遅い、はい、8時間遅いですね。はい、なので、で、まあまあまあ、ちょっと寝させるだけ寝さそうと思って、まあ、時差ボケあるので、で、ちょうどね、2日目ぐらいから練習は入りましたね。で練習やってたら本人すごいこう落ち着いてきたので、はい、まあまあ初日から本当 えげつないぐらいダンクしたんで、もうびっくりするぐらいダンクしましたよ。ね、2時間の練習でね、20本ぐらいはくだらんぐらいダンクし、まあまあ今もしますけどね、はい、もうどっかんどっかんダンクしまくって、めっちゃこいつと思って。斉藤コーチはそれ知らなかったんですか。ね、まあまあ、ダンクするっていうのは知ってて、当然ながら、ね、その彼とあれしてたので、ただそこまで長時間練習はしたことなかったので、そんなダンクするんやっていうまあまあでもできるんやなっていう、来た時は何センチぐらいだったんですか。来た時は本人はね205センチって言ってたんですよ。僕は絶対こんな絶対にまあまあ向こうのやつってこうね、ここアバウトで森読んで、はい、僕は200センチ超えてたらいいかなって思ってたんだ、201.7 やったら 1.6 かな、やったんですよね、はい、まあこの前ちょっとフェイスブックに上げさせてもらったんですけど、今は206センチ超えたんでねえ、はい、それ今全部話してることって今年の話でしょ。そうですね、そうですね、3月そんな伸びるんですか。だから本当に綺麗に1ヶ月1センチ伸びてますよね。すごいですよね。だからまあ皆さんそのね、いやそんなあんな国なんかもう、まあ、彼一応出生届ってあるんですけど、はい、その今後民主共和国が出してるいわゆる証明書ですよね、出生届あるんですけど、いやそんなあんな国なんかむちゃくちゃやとかって皆さんおっしゃるんですけど、まあ身長の伸び具合考えたらねっていう、はい、まあまあ彼、ね、本当に中学生の年代ですよね、なのでまだ身長伸びてるっていう、で今はもうホームシックとかだいぶマシ、はい、まあ時にはねやっぱりね、そうですね、ね、寂しい時もあるでしょうけれども、ね、だいぶ日本に馴染んできて、はい、いやもう今本当に日本が大好きで、大好きで、まあ、嬉しいな。来た時にその彼との約束で、はい、要は全中終わったら一回今後に返すと、
まあまあまあ2週間ぐらい、そのまあ、カルトバケーションっていう言い方をしてたんです、まあ、休暇ですよね、休暇を、って言ってたんですけど、まあ、今彼は日本が好きすぎて休暇いらないって言って、帰らんのお前って、それは俺旅費だからラッキーなんだよ、いいよ、ね、じゃあお前また今度も USJ 行こうって言って、ちょっと今度は USJ 連れてったのかな、ああそうなんだ、まあ、まあだから日本はすごい好きみたいですね。あ、いやでもその裏にはやっぱり斉藤コーチのケアがやっぱあったんじゃないですかね。やっぱりだって日本楽しんでくれてるっていうのはすごい嬉しいですよね。そうですね。ねえ、はい、まあ一つとして要は日本の食ですよね。うん、彼はまあね、その、まあ、僕も本当に会った時にその彼は結構いいとこの子だなって、要は普通なんですけど。つけた電気を消すとか、扉を閉めるとか、布団を引くときにこうあいつきれいになんか布団をね、僕結構布団布団のシーツありますよね、あれをこうきれいにこうやるんですよね、なんだそんなおっぱいぐちゃぐちゃになれんけって僕思うんですけど、なんかそんなとこきれいにするんですよね。だからまあそんな見てたら、まあちょっと向こうでもいいとこの子なのかなって思ってたら、まあそのどうも彼は今後ではまあ 中流ぐらいっていうテープが聞いたので、なのでご飯は1日にだいたい2食ないんですよね、 1.5 食ぐらい、朝に乾パン、はい、で夜はまあ普通のこうあるんですけど、向こうは米が主食ではない、ごめんなさい、お米がすごい貴重価値のあるものなので、なるほど、タロイモ、タロイモね、タロイモが主食なんですよね、彼の。なので、本当そういう意味でも、まあ、3食彼には彼食べてるので、まあ本当にご飯がいっぱいあって、1日1食食いますからね、やつは。1食朝から2合半食べますからね、3合から2合半から3合食べますね、朝ごはんから。あの体を維持するためには、ね、やっぱり伸びるわけでしょ。一生って言い直せば10号でしょ。10号ですね、すごいな。3、3、4 朝3号、昼3号、夜4号で一緒に進んでるってことは、はい、やっぱり斉藤コックがそれ耐えてるわけでしょ。もすごいな。何号だけの炊飯器持ってるんですか。3号だけ。あかんやん、全然あかんやん。夜だけ、夜フル回転ですよ。全然あかんやん。フル回転ですよ。夜だけ、フル回転。ほんまや、食べながら炊いとかの。いや、そうなんです。すごいな、もう。よかったですね。これはぜひバストラからね、いつかこうプレゼントしますね。バストラマークの入ったね。バストラマークの入った。ロゴ入り。なるほど。ありがたかった、その僕の大学の先輩であるとか、まあ、いろんな方がまあまあそんな話をしたら、そのお米をね、本当に皆さん送ってくださるので、あとはもうえらい勢いでなくなりますよ。すごい勢いでなくなるんですけど、まあまあまあ、でも本当に本人はね、そういう意味でも日本が食べれるっていう、まあまあそこは本当にあるんですけど、まあ、その向こうは今内乱状態にもあるので、紛争とかがね、はい、結構聞いたりしますよね。すごいので、だからいや本当は実は12月に来る予定だったんですよ、飛行機飛ばないとか、普通なんですよね、向こうの国はね、なので、まあ、その親御さんも本当にそうやってご飯も食べれて、安全で、まあ、安全でってなると、やっぱり向こうの親御さんからするとその国外に出したい、出したい。で、まあそのまあ、彼は語学留学ですよね、要は日本語の勉強して、今後との要は貿易をすれば、彼の要はバスケットじゃなくてね、その彼の要は、生涯のそのなりわいとしてね、そうですね、なりますので。なるほど。いや、ありがとうございます。いや、ほんとすっごい詳しいプライベートの話まで聞いちゃってすごい楽しいんですけど、次の質問いっていいですか。はい、どうぞ。はい、これはね、バストラのヘビーリスナーさん、ミナリンさんからのご質問です。はい、はい、フォローさせていただきました、ありがとうございます。はい、
メンタルトレーニングのお話などをちょっとお伺いできると嬉しいですということなんですけれども、これ実はね、私もその斉藤コーチの Facebook フォローさせてもらってて、でそこにちょっとたまに NPL とか出てきたり、NLP っていうのが出てきたりして、これ何かなと思って検索させてもらったりしたんですけれども、どうやらメンタルの何かされてるんですよね。でやっぱりバスケットってメンタルスポーツやって言われるほど結構関わりも大きいところあると思うんですけれども、その辺のお話少しお伺いさせてもらってもいいですか。まあ、きっかけはですね、まあ、僕もその先ほどご紹介していただいたその学校の教員をやったりですね、でまあ、今こうやってバスケ教室をさせていただいてて、やっぱりその子どもたちもそうですし、自分自身もそのやっぱり何をするにもやっぱりメンタルって、ね、当然ながら必要なことだと思うんですよね。で、まあ、これは本当に岸さん の, バスケットークラジオさん聞かさせていただいてて、要は今までのその僕たちが育ったようなそのいわゆる根性論とかっていうのじゃないっていうような岸さんもおっしゃってましたよね。いやまさしく本当その通りって僕も思ってるんですよね。ただそれをどう伝えていいのかっていうのは全然分からなくて、でまあ独学で調べたりとか学んだりしたんですけど、やっぱり これっちゅうのがなかったんですよね。でコービー・ブライアントとマイケル・ジョーダンってプレー似てるじゃないですか。あれ実はこれ僕は知ってたんですけど、コービー・ブライアントがね、ある記者会見記者会見の時に、私はマイケル・ジョーダンをコピーしたって言ったんですよね。でも実はあの裏にはあって、裏の話があって、要は NLP を使ってコピーしたっていうことなんですよね。じゃあ NLP って何だって言ったら、ニューロロジスティックプログラミング、すいません、間違ってるかもしれない。合ってます。NLP って言って、要はアメリカで、まあ、科学的に、あれされた、メンタルトレーニングなんですよね。で、まあ、そのうちの一つでそれはモデリングっていうのがあって、コービー・ブライアントはそれを使ってマイケル・ジョーダンさんをこうフルコピーしてるんですよ、ね、なるほど。っていうようなのを僕こう知ってて、で、そんなトレーニング、メンタルトレーニング勉強したいなっていうようなのを、思ってて、いろいろ調べてたんですけど、あまりなくって、で、ですね、1年ほど前に、NPO 法人で、並里成人君、レクサス、そうですね、滋賀レクサスにいる並里君の、支援をちょっとさせてもらったんですよね。新聞載ってた、新聞載ったやつ、あの新聞ちょっと、ここでちょっと、僕がお金を出したんではなくて、ある人が出したのを NPO 法人で出したというだけ、なんかあの新聞を見ると僕があたかもあの金額出したような形になってるんですけど、そうではないんですけど、でその時にその成里君との話の中でその NLP が出てきたんですよね。彼もそのメンタルトレーニングのっていう話した時に、どんなんしてんのって言ったら、いや NLP って言って、そうなんて、それコービーがやってると、そうですよ、知ってるんですかみたいな。でそんな話をしてて、で日本でもその NLP っていうのがあるっていうのを聞いて、まあ、明石に今ある、コーチフィオーレさんコーチフィオーレ、検索してもらったら当然出ますし、そこのね、女性の方なんですけど、藤原先生って方がすごい方で、その方がその今 NLP の, そのトレーナーさんでこうされてはってて、でそこを僕が、ですね、もうちょうどやり始めて1年になるんですけど、去年の10月からずっとそのメンタルトレーニングを僕自身が受けて、で、まあ、ベーシックコースっていうのと、その、マスターコースっていうのがあって、まあ、この場合ですとマスターコースが終わったところなんですけど、まあ、1年間ちょっとやって、で、まあ、ただまだまだ分からないところいろいろあるので、続けてこれからも僕ちょっとその NLP を、学んでいきたいなとは思ってます。でそれをバスケットボールに本当にこう浸透させていけれたらな、ちゃんとしたそのメンタルトレーニングっていうのを浸透させていきたいなっていうのを思ってます。やっぱりそのメンタルっていうのはともすればね、その目に見えないものだから、そうですね、ちょっとね、
曖昧になりがち、そうですね、で、まあ、ちょっと前回のバスケットオークラジオでも話しましたけど、キリが言ってたように、どうしても日本人のコーチは頑張れっていう言葉を使いがちで、うん、あ、キリさんおっしゃってましたね、すごくこう、はい、すごい共感しました、ね、なんかね、でその細かいところまでついてない指導っていうのが起こっちゃう、でそこはメンタル的には頑張ってると思う、みんな、頑張りたいと思うし、負けたいと思ってやってるやつだからいないと思うんだけど、そこを頑張れって言われてもあんま具体的じゃない、でそのメンタルっていうのをこうやっぱり論理的に整理されて確立されたし、ね、そのプログラムがあるっていうのは僕ものすごい魅力的やなと思ってて、はい、面白いやん、そこめちゃくちゃ博士がたくさん研究して、うん、その論理的に整理されて、うん、こうトレーニング化してるわけよ、はい、その積み上げるとめちゃくちゃ面白いなと僕も興味があってね、はいはい、斉藤君あったら絶対これ話聞かせてもらいたいな思ったんですよ、でやっぱりそこを見えないものをやっぱ整理されて論理立ててて、はい、で組み上がってるものがすでにある世の中って、これ面白いよ、バスケットに落とし込める、これはバスケットだけじゃないもんね、ああそうですね、スポーツ全般、そうですね、それから仕事や、はい、私生活や恋愛やって何でも落とし込めるところがたくさんあって、うん、これからやね、また家族間もそうですよね、あ、そうですよね、はい、あの僕が一緒に勉強させていただいてる、その中の方にはその、うん、主婦の方もいらっしゃいますし、うん、自分の子供に対して その言葉かけであるとか、うん、まあ、旦那さんに対してとかっていうのも全部全てそうですよね、うん、もうこれを本当にちゃんと僕も全然できてないんですけどね、うん、きっちり本当にできれば、うん、すごい可能性があるんじゃないのかなというのもですね、そうですよね、で斉藤コーチ その教室でも突出した特徴のある部分じゃないかなと思う、例えばそのスキルドリルやドリブルドリルやなんやっていっぱいあるけれども、このメンタルにここまで尖ってこだわってる教室ってあるんかな、でもあるある、まあ、他にはあるかもしれない、ある、まあ、まあそこはね分かりませんけど、まあ、そこは本当に僕は落とし込んでこうかなりやってますよね、いやー、すごい面白いです、興味ありますね、うん、NLP、はい、コーチフィオーレ、はい、うん、コーチフィオーレさんですね、はい、コーチフィオーレさん、コーチフィオーレさんですね、これはもう皆さんシェアさせてもらっても大丈夫ですか、あ、もうどんどん出してください、その藤原先生とも話してて、その僕はバスケットボールにこの NLP、 その要はメンタルトレーニングっていうのをこうどん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 広げていきたいと、いうふうにこう言ってますので、はい、もうそれはありがとうございます、いやいやいや、じゃあ次の質問いきますよ、はい、ね、これまたね、ヘビーリスナーさん、あ、ミナリンさんでございます今度はね、決勝トーナメントの様子、はい、これの、はい、西福岡戦の、はいはいはい、デイビッド選手の、はい、まあ、ちょっとさっきも話に出ましたけど、はい、ファールトラブル、はい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 、あの辺をまたちょっと聞かせていただけないですか、はい、うん、例えばね、はい、1ピリ2ピリぐらいでファールが3つ重んで、はい、1ピリですね、1ピリですかね、1ピリで3つやったんですか、はい、1ピリ3つ、で一旦下げたんですか、下げました、ね、で3ピリでファールアウトですね、ファールアウトですけど2ピリで4つになったんですよ、あ、2ピリで4つになってたんですか、2ピリ出したら4つになりました、なるほど僕らそこがちょっと情報入ってなくて、はい、2ピリは下げてたのかな、まあ、ここ想像やったんですけど下げましたね、下げました、で3ピリで2つ残って、まあまあ3つのファールで3ピリで出てきたと思ってたんですよ、はいはい、でそこで1分ぐらいかな、いやいや、LINE ではデイビッド出てきたって、これからじゃあみたいな LINE が僕のところに集まってきてて、そっから1分ぐらいでデイビッド退場みたいな出てきたんで、えーってなったんですけど、あの辺の状況なんかちょっとまた教えてほしいんですけど、そうですね、まあ、まあまあ本当に一つに大きくあるのはやっぱり西福岡さんの戦術が素晴らしくて、まあ、要はデイビッドのマークマン、まあ、6番の子についてたんですけど、デイビッドは、
で、まあその6番の子が、12番 の, あの平松君っていってあの素晴らしいガードがいてるんですけど、その平松君とピックアンドロールしてたんですよね、はい、でそこで、まあ、あのデビッドがファール込んじゃってっていうようなところではありましたね、まあ、そこ本当にこう僕もピックアンドロールの時にファールが起こるっていうのはどういう、まあ要はあの12番の子がドライブを、アタックしていくわけですね。アタックしたのに対してあのデイビッドがファールしちゃったとかっていうようなのが、何個かありましたね。2つほどあったかな、うん、はい、ありましたね。そうですね、うん、あと、まあ、リバウンドで、のところでルーズボールでファールとかもありましたかね、うん、はい、最後はルーズボールでファールでしたかね。そうです。あ、5つ目ですか。5つ目ですね。あ、西岡さん強かった。いやそうですね、やっぱりあのすごいあの練習あされてるなっていうのと、やっぱりあの、ね、個々の能力もすごいあの全員が高いんですけどね、あのやってくることがあのいわゆる分かる、もうきっちり分かるチームだったので、あすごい闘争されてるなという、はい、それが先生ですね。もうあの全中常連のね、あのそうですよね。なので、はい、もうすごい勉強になったなと思います、ね。西福岡中学は越境入学とかもやっぱりあるんですよね。いや、どうなんですかね。まあなんか噂で聞くとはなんかあるとは聞きますけど、でも多分ね今年の頃はずっと最初からいてるんちゃうかな。へえ。高須中学校ってあるんですか。そこは、まあ、まあ高須は越境はないけど、まあ。法的にのっとったとデイビッドの留学さんたちのはありますけどね。でもまあ、あの高須はあの、まあ、もともとそのままの、あの頃なので、はい、だからデイビッド選手に注目が集まる中、やっぱりその周りのすごい優秀な選手いっぱいいてますけれども、いや本当 ね, ね、彼らが頑張ってくれましたよ ね, ね、素晴らしい。丸山健人選手とかもめちゃくちゃうまいもんね。もう YouTube で丸山健人衆みたいなの出てますからね。みたいですね。すごいですよ。なんかありがたいのがなんかあの動画の再生回数が9万件超えたとか9万回数超えたとか。すごいですよそれって。お前西福岡さんと豊田さんの決勝より多い、より多いっていうことですよね。めちゃくちゃ面白いね。面白いですね。まああの丸山健人君今あのちょうど今日あのエンデバーの東京に今行ってるんですけど、まあ本当に彼はもうすごい勢いでシュートを決めてくるので、もうありがたいですよね。ありがたいってコーチを教えてるんでしょ。いや僕追ってこいって言ってるだけなんで、ありがたいですよね本当に。エンデバーで東京っていうことは、うん、まあまあ県のエンデバーから地域エンデバー、まあ、近畿ブロックエンデバーですね、はいはいはい、からトップエンデバーっていうことですよね。近畿でなんか7人ほど行ってるんかな。近畿で7人でしょ、はい、すごいな。7人かなんかそこらぐらい行ってるって、兵庫県からは丸山健人選手ただ1人と、あとあまだいるんですか、あの今津の森山君、今津中学の188の森山君っていうのも、この彼も上手いですよね。であとあのまあまあ防海の、松山選手ですね、松山君ね、197の松山君、はい、であと平野の子も行ってるはずなんですよ。あそうなんですか。その今までの名前は全部トップエンデバーまでは行ってないですよね。あいやいや今日行ってますね。あそんだけ行ってるんですか。だから今回兵庫は多いんですよ。多いですよね。あと近畿は滋賀の子が一人、で大阪にあの熊取南の190なんぼの、その子だけなので、やったような何か県とかそうやって言ってたんですということはやっぱり兵庫県からたくさん兵庫県ガバッと行ったんですよね。そこはすごいなと思いましたね。ねえこれ兵庫県残ってほしいね。残ってほしいですね。まあ、選手個人のことを考えるとね、はい、僕も一人のこうバスケットプレーヤーの娘がいるので、はい、考えると、まあ、親的にはね、どうなんかなっていうのもあるんですけれども、いやそこでですね、デイビッド選手の進路ですよ。はい、ぶっ込みましたね。ねえ、やっぱぶっ込みますよ。これリスナーさんみんな気になってるし、噂先行で。
ね、どんな技が出たんですか僕も育英出身なんで当然デイビッド選手は育英ありきで隠してきたんでしょっていうことがやっぱ僕のとこ一番多いないないないですない、まあまあそうなんね、俺はもうどこ行くのはあるけどデイビッド選手は育英が受け入れるありきで来てるんってほんまですかっていうの僕はもう結構あります僕逆にヌナミコーチに連絡しますかそんな話あるのですからねやっぱりねこう本当に僕が斉藤コーチに会いに行ったのと一緒斉藤コーチのね良くない噂いっぱい聞いてるからどんな人物やねんとほんまですか、ね、昔から知ってるけどそんな変なやつじゃないはずやでって会ってみたら普通やしだからこのデイビッド選手もこういろいろところでいいんですよ、はい、コーチのいろいろ範囲、はい、それからもしかしたらデイビッド選手の受け入れ先がね、はい、まだ公開してないかもしれないんで、はい、いろいろ範囲でいいんですけどズバリデイビッド選手の進路って決まってるんですか、はい、まあ一応、はい、そのまあ、まだ決まってないのは決まってないんですけど正式には、うんうん、まあ僕もそのねせっかく、まあ、先ほどそのおっしゃってたやっぱり高津の子らもそうですしその、ね、兵庫県で今いい中学生の子らがやっぱり県外に出ちゃうっていう現状はすごく多いと思うんですよね、うん、で僕は例えばあこれバスケットオークラジオさんでもおっしゃってた石川県さんなんでね、大倉壮太、まあ、僕個人的にその壮太といろんな話するんですけど、そのやっぱり地域にスーパースターが出たら、はい、まあ高校ぐらいまではね、はい、やっぱり地域で育てて、まあ、レブロンもそうでしたよね、大学はたとえねその違うとこ行ったとしても、高校ぐらいまではやっぱりその地域でするそしたらそのあのスーパースターが来たらそこのチームが地域が強くなるっていうのは僕はバスケットをする上で非常にレベルアップにつながることじゃないのかなっていうのは思ってるので、まあ、僕の、まあ、まあそれはデイビッドが何ていうか分かんないんですけど、まあ、僕の思いとしたら、まあ、県内に残ってほしいなというのは思ってます。なるほど、なるほど、はい、なので育英さんの可能性もありますよね、残ってますよ ね、 だからねゼロではないですゼロではないぞこれは続きましてこれ匿名希望さん丸山健人君って、はい、バスケットはよく見ますがどんな人となりなんでしょうかっていう どんな人となりというか性格的なところとかプライベートではどんなところがあるんだよっていうことを教えていただけますか。ですね、僕の印象は本当に不思議な子ですね彼は。いい意味で本当に不思議な子ですね。いい意味でね、はい、本当にびっくりするところでシュート決めてきますし、で結構普段はのほほんとしてるんです、うん、なんですけど本当に、リーダーシップを持ってたりとか、うん、あと、まあ、当然、ね、そのデイビッドが今後からこっち来て、まあ、当然、ね、最初日本語も、まあ、まあ今もそこまで喋れないですけれどもそのコミュニケーションなかなか取れへんだろうっていうので、ね、彼が一番デイビッドと一緒にいてくれてるんですよね。もうすごい優しくって本当気のいいやつですよ。であと、まあ、僕が一番評価してるのは、うん、彼の手首の柔らかさなんですよね。もうこれは僕本当見たこともないぐらいめちゃくちゃ手首で、なので彼は今ね身長まあ本当伸びてるので187まで今来たんですけど、前までね86だったんですけど、ね、87あるんですけど、その彼のそのまあひょろいんですよ、ひょろなんですけどね、うん、その彼のその筋力量なんかでいうと本当にあのスリーポイントがあえてこう届くっていうのもさることながら、本当にその手首が柔らかいのでボールを持ってる時間が人よりも異様に長いんですよね。シュートこうリリースしますよね、その時間が彼は長いんですよね、普通の人よりも。なので要は普通の人よりも速いモーションで彼は打つんですけれども狙ってる時間が長いんですよ。あっていう、まあ、まあ一つかそれはもう小学校の時に彼見た時にもうこいつは絶対にシュート入るっていうのはもう僕はもう最初に。どれぐらい前に思ったんですか具体的に。彼一番最初に教室来たのは4年生の時やったんですよね。そ
小学4年生の時に、あの来て、その時にあ見た時にすごい手首柔らかい子だなっていうようなのが印象に受けたんですね。すいません、ベタな質問なんですけどね、はい、手首が柔らかいっていうのは、あ、ね、どういう、今、ラジオで言いにくいんですけど、例えば普通に、まあ、彼はワンハンドシュートで打つので、シュートを打つと、まあ、大体手首が90度ぐらいになるかなってなると思うんですけど、それが彼は90度以上曲がるんですよね。で、あのシュート見てもらったら分かるんですけど、要は、人差し指とか、指先ですよね、指先が彼は打ち終わった後に、このつくんですか、はい、なんていうんですか、こうなんて言ったらいいだろう、こうなんて言ったらいいだろう、下肢の部分ですよね、腕の部分につくんですよね、彼つくんだ、つくんですよ、めちゃくちゃ だから柔らかいんですよ、すごい冗談っていうぐらい柔らかいですね、彼は。斉藤コーチ、この可動域って広げられるもんなんですか、も、まあ、持って生まれたものはもちろん大きいと思うんですけど、はい、あの広げれるとは思いますね、ある程度広げられるんだ、ある程度広げれるし、当然あの筋力トレーニングで握力をつけることっていうのもできると思うんですよ。なので彼は要はウェイトトレーニングはうちはあの本当にうちは身長を伸ばしたいので、みんなあのうちはもう体幹しかしないんですよね。なので、まあ、彼が身長伸びて本当にウェイトトレーニングで体が出来上がれば、あのすごいシューターに僕はなるだろうなと思ってますね。なるほど、ありがとうございます。今ちょっとウェイトトレーニングの話出ましたけど、ちょっと話それていい、はい、あのウェイトトレーニングしたらコーチは身長が伸びない、あ、いええー、ですね、まあその刺激を与えるっていう意味ではウエイトトレーニングはもう入れてもいいですよね。でただまあやっぱり過度にしてしまうと、その伸びにくくなる可能性あるっていうので、あ、あるんですか。でうちはその体幹、要は身長伸びるというのは膝であったりとか、骨格であったりとかいうのが伸びるので、この体幹部分っていうのはそこには、関わってこないので、なのでうちは体幹、なるほど、ね、はあ、実は私の娘ね、あのウエイトトレーニングしても身長伸びるんでしょと思う、やっぱちょっと練習がすごく厳しいんですよ。でそんな理由もあって背がちっちゃいんですけども、やっぱ普通のこうアウターマッスルを鍛えるような筋トレをさせてるんですよね。あ、なるほど、でもお父さん大きいし伸びるんじゃないかなと、でやらしてるんですけど、実験台ですよね、言うたら、ね、そうですよね。今のところ、まあ、中間報告ですけど、全然伸びてないですよね。全然伸びないですよ。まあ、これちょっとやめさせた方がいいかもしれない。まあ、で、まあ、でも体幹にシフトした方がいいかな。あの僕もあるトレーナーさんからその話を聞いてなんですけど、やっぱりそのあの全体的にこれだっていうのはやっぱないっていうのは言いますよね。ただやっぱりアウター筋肉、アウターよりもインナーマッスルの方がやっぱり伸びる可能性は高いのと、それとやっぱりインナーマッスルを鍛えてて、その後アウターを鍛えれば要はあのパフォーマンスが上がりやすいですよね。なのであの最初インナーっていうので、あとうちがやってるのはストレッチなんですよね。もう要はストレッチをすることで要は体柔らかくなるんで、要は骨格が、身長って骨格が伸びていきますよね、その周りにある腱や筋肉が硬かったら、体が硬いと、要は邪魔しちゃいますよね、そういうこと。まあ、それもあの学術でこれだっていうのではないんですけど、まあ、その可能性が高いという話ですけど、ただうちもそれは実験はしてて、あの背が止まった子とかが、あの例えばうちの高須でいうと9番の子なんですけど、オールラウンドでやる子なんですけど、この古谷海斗っていうのは、この子は背が止まったんですよね、中学校1年生で、なんだけれども、174ぐらいで止まったと思うんですけど、ストレッチをしだして今の179-180ぐらいまで伸びたので、やっぱそれをコーチ伸びましたって言って、もうストレッチしろって。コーチ、それはその練習の後でするもんですか？後もそうですし、初めもそうです。初めもやっぱするんですか？うちストレッチやったら多いですよ。へー、やっ
ただそうなんだ。だから練習時間にもストレッチの時間を組み込んでてっていうことですね。これはまあちょっと付け加えさせてもらうと、その要は体と心っていうのが共通しているので、要は体を柔らかくすれば考え方も柔らかくなる。だからこれまあメンタル的な考え方、メンタルトレーニングの考え方なんですけど、なのでまあ逆に体をごめんなさい、考え方をリラックスさせたりすると体も柔らかくなるっていうのと一緒なので、なのでまあそういう意味でも前中でもむちゃくちゃストレッチしてましたね。アップ会場でうちひたすらストレッチしてた、その後ひたすらハンドリングやってただけで。すごいな、面白いね。いや今回のその前中、はい、この名誉なことやからこれちょっと言いましょうよ。あ、はい、MVP プレイヤー斉藤コーチのよ、あ斉藤コーチの MVP プレイヤーちょっと紹介してきて、どこが良かったなあいつっていうのがあれば。まあ、あのですね、大会では、あの丸山健斗が、あの4番の丸山健斗君が選ばれたんですよね、はい、でまあそうですね、まあ本当に、まあ、決めがたいとは思うんですけど、まあまあまあ、でも、まあ、僕的にはその、ね、アホみたいに点決め倒すんで、まあ、僕はデイビッドかなと思ってたんですけど、no、 なるほど。まあ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 、まあ、あのケントも本当にね、西福岡さんは、ええ、デイビッドだけを抑えたら勝てると思ってなかったんですよ。そこは実はこれ申し訳ないんですけど、他の中学校さんと違ったのはそこなんですよね。皆さんデビット、デビット、デビットですけど、うち結局点、まあ、デビットもすごい点は取るんですけど、まあ、あのそれ以上に日本人の他の4人の頃がうちは点を取るので、なのでそこを西福岡さんはちゃんとスカウティングして、立てられてましたね。スカウティングされたことは感じましたか？あ、もう感じましたね。だから丸山健斗君は要はあの西福岡7番の子にもうフルでずっとフェイスされたんですよね。もうなのでボール持てなかったですし、あの7番の岡村誠一君、まあまあこれもあのうちの、あの切り込み隊長、まあまあオールラウンダーでやる、県選も入ってる、県選もそうですけど、あのオールラウンダーでやる、もう本当にすごい能力を持ってるんですけど、彼は、その彼のドライブっていうのをすごく警戒してたので、まあ、あの対策をすごく練られてるなというのは僕は感じましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはそのちょっと皆さん注目した方が良かったのに、なかなかこう表に出てこなかった、はい、でもこう斉藤コーチの認める一押し選手みたいな、この子を知ってたら面白かったよ。今終わったから話せるじゃないですか、はい、大会前やったらね、はい、あんまりうちはのこと話せないと思うんですけど、今広げてみると、はい、この子はやっぱりポイントにはなってたんだよっていうような、あの紹介すべき選手、はい、スタメンが4番の丸山健斗、はい、で、7番の岡村誠吾、8番の増井遥香、9番の古谷海斗、10番のデイビッド・コンゴなんですね、でただ、ですね、県大会とかぐらいまでは、11番の藤田海波という選手を使ってたんです。藤田海波っていうのがいるんですけど、はい、このまあ彼とその14番の2年生の有島和也っていうのがいてるんですけど、まあ、あのこの2人を結構試合に出したり、出したりってこうずっとこうやってたんですけど、やっぱこの2人が本当にバックアップで、まあ、ちょ本当ね、そのさっき言ったこの5人が、こう注目されて、まあ、その5人は本当に一人一人、本当にあのキャラ的にも立つコラなので、あの最近丸山くんとばかりバーって言いましたけど、あのもういろんなやつ、あのいろいろあるのでなんですけど、まあ、本当にこのバックアッパーの2人がすごく頑張ってくれたので、ゲームを常にコントロールしながらできたというのはありますよね。いや、それ聞いた親御さんもそれ選手も嬉しいね。そうですよね。いや、ありがとうございます。いやいやいや、ここぐらいなんですけど、質問の方は、時間の方で言うとどれぐらい経ったかな、59分、なかなかのトレーダーからでございますよ。すごい、今のところカットするとこ斉藤さんないですか？
あ、全然大丈夫ですね、はい、で、これで最後になるんですけれども、はい、ぜひね宣伝していってもらいたい。あ、一体斉藤コーチの取り組みっていったらどんななのかとか、あで、まあ、どういった特徴を持ったことをやられているのかなっていうのをね、ぜひちょっと紹介していただきたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします、はい、まあずっと僕学校の教師をしてて、こうバスケットボールさせてもらってたんですけど、まあ、今は、バスケットボールを365日仕事としてやりたいなっていうので、今の、バスケ教室をずっとやってるんですけど、はい、まあその中で本当にバスケットボールを通して子どもたちがこう幸せになってくれたり、その家族でね、そのバスケットの話話題になってくれたら僕はいいなというふうに、思って今やってます。まあね、月曜日から金曜日まで、月曜日からもう日曜日まで、どこかしらでバスケ教室をやってますので、まあ県下で、ね、こう10カ所、まあ、ミニバスとかも含めて10カ所あるんですけど、まあ、そこで こうできる、させてもらってるんで、そこはありがたいなと思ってますね、はい、でまた、はい、でまた今舛本純也君といって、バンビシャツならから、今うちの、バスケ教室の方でコーチとして、はい、来てくれてる、彼もそのバスケ教室を今後展開していきますので、まあまあもっともっとこういうの多くなっていけば、はい、ちなみにその舛本純也君も、はい、NLP のそのメンタルトレーニングを彼もこの11月から受けていきますので、まあまあそのね、すごい時間かかることではあるとは思うんですけど、まあ、少しずつでも広がっていって、そういうふうな本当にメンタルトレーニングとかも、勉強してる指導者っていうのを増えていけば日本のバスケットボールが良くなるかな。そうですよね、わかりますね。今ちょっとここでお話に出た舛本純也選手、はい、少しだけご紹介させていただきます、はい、1988年7月25日生まれ、兵庫県出身のバスケットボール選手です。ポジションはガードで、直近でいうとバンビシャス奈良でプロバスケットボール選手として活躍された方なんですね。その方を今、ちょっと話題に出ました、はい、斉藤コーチがヘッドハンティングして、はい、連れてこられたということで、これから指導に当たられるんですよね、はい、まだ、うん、彼まだもしよかったら、呼んでいただけたら。もちろん、はい、それはもうこっちがお願いしたいぐらいは一応ですね、今高須が終わって、まあ、毎年やってるんですけど、うちのバスケ教室の子らで、ブレイカーズというクラブチーム、ブレイカーズ U15 なんですけど、はい、クラブチームを、毎年、させてもらってるんですけど、舛本純也君が一応、まあ、今まで僕はずっとヘッドコーチやってたんですけど、ちょっと今回は彼がヘッドコーチでやるっていうので、で、はい、まあ、今デビッド、まあ、高須中心に、バスケトークラジオさんでも出していただいた映画島の7番の小林匠、はい、あれもうちのバスケ教師の子なので、とか、あ、そうなんや、むちゃくちゃいいプレイヤーやね。あと八景の松岡太陽、太陽くんね、あ、いいよね。あとこれがあるだとか、太陽くんも斉藤くんとか出てるの。あ、そうですね、すげえな。あとですね、まだいるの、東南の195の大西海と、おお大西海との195から206のデイビッドにむちゃでかいですよ。すごいね、めちゃでかい。だからこれ本当にクラブチームで今度、日本一をちょっと目指したいなと思ってますね。いやー面白い、それ強いな。ちょっと今回実は高須のやつはもうあえて実は映像とか出さなかったんです。もうデイビッドのこともそうですし、まあまあ、それを得てして要は SNS とかにも流さなかったし、もう固くなりもそこはもうしなかったんですけど、このクラブチームはもう全面的に彼ら出していって、ちょっとなんとか次はクラブ日本一になりたいなと思って。いやーそれすごいよね、またクラブがレベル高いんだねえ。兵庫県はどちらかというと少し遅れてるから、クラブ化がね、僕を斉藤君の腕でぐいぐいちょっと進めていただいて、で、斉藤教室と言っていいかな、
斉藤君に教えてもらおうと思ったこのバスケットオークラジオを聞いてるリスナーさんは、はい、子供ちょっと連れて行きたいなと思った時に どう検索キーワードを何で引っ掛けたらいいんですかね。ですね、あのバスケ教室斉藤とかって入れてもらったら、あバスケ教室スペース開けて斉藤とかで入れると出ますし、出てきますか、なんですかね、多分、多分ね、はい、そんなんで出ると思いますね、まあ、兵庫県、兵庫県バスケ、斉藤とかで、はい、多分出ると思いますね。斉藤さんだぞイラッと斉藤さんだぞそれよく言われます、僕も髪の毛あります、うん、ハゲてない方の斉藤だぞっつっていえ以上でしょうか、はい、今日は実はね最後まで言わへんかったけど、ヘビーヘビーリスナーのミナリンさん来ていただいております。ミナリンさんこんばんは。あ、そうなんですね。できるね。あ、ほんまや。あ、そうや。ミナリンさんありがとうございます。名前言ったらダメなんですよ。思わず名前言いかけたどうですかミナリンさん。あ、よかったです、ありがとうございました。いやいや、今日もありがとうございました。またこれからもバスケットオークラジオ応援よろしくお願いします。で最後の最後になっちゃいましたけどね、はい、9月29日にバスケットオークラジオ200回記念交流会と称しまして、200回収録記念パーティーみたいなのやりますんで、斉藤コーチ来れたら、はい、まあ365日もちろん指導されてるんですけど、ご安心ください。金曜日ですが、はい、夜の8時からでございます。あ、はい、来れたらもうぜひちょっと来てください。はい、行かさせてください。ぜひぜひよろしくお願いします。ミナリンさんも来れたらぜひお願いします。来てください、よろしくお願いします。今日はこんなところですかね、トモさん。斉藤コーチ、今日は長いことありがとうございました、うん、ありがとうございました。それからヘビーリスナー、いつもバスケットオークラジオ応援してくださってありがとうございます。ミナリンさんありがとうございました。本日192回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸とトモでした。 See you next time. バイバイ。